みんな聞いてくれ。しばしの間帝国兵の監視は途切れている。今のうちにここから逃げるんだ。監視が？一体どういうことだ。まさかお前たち帝国兵を倒したのか。なんてこと。逃げ切れるわけがない。後でひどい仕打ちを受けるわ。ここに残っても死ぬのと変わるものか。それくらい貴殿たちも分かっていよう。敵に攻め入る意志がなくとも己を守る気概くらい持ち合わせてはいないのか。ドマの民はそれほどの燃え差しになり下がったのか。あんた忍びだろ。何を犠牲にしても主君に従うよう仕込まれてる。それで前だけ向いてられるんだ。普通は怖いし迷うんだよ。今に納得してなくたって、毎日は変えられなくて、どうしたら最悪にならないかだけ考えてる。惨めでもこれが精一杯なんだ。だからあんたたちを見てるとすごく痛いんだよ。こういうのもうやめてくれよ。お若いのたち、落ち着きなさい。まずは助けに来てくださったことに感謝すべきだろう。危険だっただろうに、ありがとうよ。ご老人方、その傷は。ここにいる誰にもあるものだ。我々は結局これに屈した。幾度かの帝国との戦で多くの同胞や家族を失い、しまいには海燕様まで失った。その屈辱を受けてなお帝国に魂を売って生きている。本当に申し訳がない。恥さらしの身で再び顔を上げることなどどうしてできよう。あなた方の志は私たちにとって傷に塗る塩に等しいのだ。そんなあなたたちだからこそあの方は守らんとしているのだな。たとえ己の首を差し出したとしても。皆の主張は承知した。私にはもはや説得する言葉もないが、これだけは覚えておいていただきたい。敗北し打ちのめされ踏みにじられながらも、貴殿たちが生きていてくれたことを我が主君は心から喜ばれるだろう。だから生きることだけは諦めないでほしい。貴殿たちを苦しめる者は私がこの命に変えても必ずいつか打ち果たすから。帝国の追っ手が来たら見知らぬ女に騙されて解散したというぞ。それでいいか。ああ、もちろんだ。
いかようにでも行って貴殿とその家族を守ってくれ。なんでなんだよ。